ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回は、まあ、前回作ったこちらのボールの、内部パーツですね。こちらの、続きをやっていきたいと思います。今回はですね、まあ、前回作ったこちらのパーツにどんどんこう周りにくっつけていくような、形になるんですけれども、まあ、特徴的なのはこのパーツですね。まあ、トラス構造になってる、まあ、トラスフレームって言っていいのかもしれないですけども、こういったフレームがありますね。なのでまあこれに関してはちょっと塗装をしようかと思います。で、何色に塗装するかというと、この辺の、まあ、スラスターのパーツは、まあ、いつものようにアルミシルバーで塗装するので、ちょっとそれとは違う色で、まあ、チタンシルバーという色で塗装してみたいと思います。で、まあ、アルミシルバーいつも使ってるのが、こちらのカラースプレーのアルミシルバーですね。この色ではなくてこちらですね、このチタンシルバーですね。ちょっとなんですかね、まあ、チタン色というかこうゴールドがかるというか、まあ、シャンパンゴールドに近い色かもしれないんですけども、ちょっと使ったことがない色なので、ちょっとこのチタンシルバーという色をこのフレームの部分ですね、こちらに使ってみたいと思います。ちょっとどんな色になるか楽しみですね。ということで今回は、まずは墨入れちょこっとこの辺ですね、この辺のパーツ墨入れやって、あとはフレームの塗装に入りたいと思います。こちらのパーツ、ちょろっと墨入れやって、あと艶消しスプレーと塗装ですね、完了してます。で、まあいつものように、まあいつものようにっていうか、まあ、アルミシルバーですね。ここ最近はアルミシルバーよく使うんですけれども、まあ、アルミシルバーのところは、綺麗になってますね。あと今回初めて使った、チタンシルバーという色なんですけども、まあ、結構いい感じに仕上がりました。まあ、なかなかこう上品な色というかですね、まあ、金属っぽい、ちょっとこう、まあ、普通のシルバーではなくてちょっとこうチタン色というか、まあ、アルミシルバーよりちょっと金属っぽいかもしれないですね、こう見方とかパーツのによってはですね、なかなか結構、まあ、今後もいろいろ使っていきたいなという色にこちら仕上がりました。まあ、色的には、まあ、この辺の色と最初は変わらなかったですからね。この色に、チタンシルバーをこう吹きかけたような状態なんでですね、結構綺麗になりました。それでは、まあ、この辺のパーツですね、艶消しスプレーをかけたこの辺のパーツにこのウェザリングマスターで着色していきたいと思います。ウェザリングマスターでの着色が完了しましたので、組み立てていきたいと思います。
それでは今回のパーツの組み立て完了しました。このフロントのこの赤い部分ですね、これがつくとなんかボールらしくなってきますよね。あとこのトラスフレームの部分ですね、チタンシルバーの色が結構いい味出してくれてますね。うん、なんかこうこの、まあ、下の部分と本当は同じ色なんですけれども、まあ、ここで色変えることによってこのトラスフレームのこのなんですかね、造形がこう目立つようになるので結構気に入ってますね。そんな感じですね。なんかこうフレームがこうガッチリついてるっていう雰囲気になりました。あとはこの辺がやっぱりちょっとあの金属っぽい色にできたんでですね、よりリアルになったような感じがします。であとこの辺が、まあ、この辺のパーツとかこの辺のパーツがあの、まあ、アルミシルバーで塗装してるんですけれども、この部分はこうチタンシルバーとですね、こうメリハリがついたような感じで、こう近い場所にパーツがどうしても来るからですね、色が違う方がいいかなと思ってたんですけども、まあいい感じになってますね。まあ、この後、まあ、外装をどんどんまた今後はつけていく形になるんですけれども、なんかあんまり外装つけたくないなと思うぐらい結構いい感じになったと思います。このスラスラの部分もアルミシルバーですね。ここはちょっと墨でやってます。次回はですね、まあ、このフレームの部分にこう外装パーツ、オレンジのこう部分ですね、外装をこう重ねていくような形になると思います。